サナギが押しつぶされそうになってた。キノコによって命の危険にさらされていたクワガタですね。神回じゃん。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが悲願の岡山初優勝さんです。平岡、平岡さんか。いや、平岡悲願の岡山初優勝、略して平岡。いやだいぶ、どうなの、日が岡山。ああ、そしたらそれも間違ってたか。うん、平岡、へでやんす。はい、こいつ矢部くん。いや違うでやんすよ。矢部くんの口調、パワプロの矢部くん、相棒のあの矢部くん、ガンダー大好きでおなじみの矢部くん。めっちゃ好きじゃん。総力 B の矢部くん。いやそうだけど、日ハムに行く矢部くん。もう今やべえ、矢部の知識やべえな。あ、出た。出ました。よかった、ついに出せましたね。さっき仕上げたやつ。さっき仕上げたとか言うな。はい、なかったから。そうだ、ごめんなさい、彼岸岡じゃないのか。平岡です。そもそも彼岸岡と勘違いしてましたね。彼岸岡って何ですかって話になるから。いやで、彼岸の丘ですよ。ああ、勘違いしました。平岡ですよ、お願いします。ということで、平岡さん、はい、一緒に点数つくと。どうも、ということで、はい、始まりましたけども、はい、お昼です。お昼、はい、久しぶりのお昼動画。いや、平岡さんはおそらく結構久しぶりだね。あ、そうですか。うん、1ヶ月半から2ヶ月前。何とか覚えてます？いや、前は俺は北極熊やったから。いや、ねえわ、そんな前世。北極、いや前世の話すごく記憶あるの。え、全然っすよ。全然っすよは隕石。あれ、あの、あ、どの。あ、俺が隕石だった時のあの。いや、隣走ってたやつとかじゃないから。え、マジ。いや違う、隕石中の4組の。何だよ隕石中って。学生じゃないから隕石って。マジか、うん、ええー、いや盛り上がんない片方だけで。いや、じゃなくて。あ、じゃないです、うん、あ、まあさすがに覚えてないですか。マジで覚えてない。でも一応多分僕の記憶が正しければ、はい、平岡さんの昼動画、うん、10月とかです。ああ、もう3ヶ月前、はい、3ヶ月ぐらい前かな。はあ、はい、セプテントリオナリス。ああ、ちょっと羽出ちゃって、はい、角曲がっちゃってた子の羽化、うんうん、プラス羽のカットやったね、を平岡さんとやったやつが多分最後かな。なるほどね、はい、昼動画に関しては、はいはいはい、っていうところで、うん、まあの子も実は無事に元気に過ごしてます。ああ、よかった。はい、でもううちで余生過ごしてもらってるんですけど、うん、はいはい、今日はそんな平岡さんと、うん、これね、前の昼動画で具志堅かな、具志堅とやったやつなんで、ほう、それの結果報告みたいになるんですけど。なるほど、はい、グシからのバトンタッチ俺が受けてね。はい、だからタイトルっていうのはちょっと難しいんですけど、うん、実はその昼動画自体がスマトラ大平田のサナギが、うん、ちょっと命が危ないという状態だったんですよ。はい、はい、それがまあ、禁止瓶の中で、うん、綺麗に洋室サナギの部屋作ってくれたんですけど、うん、キノコがすごい発生してサナギが押し潰されそうになってたみたいな。なるほど、キノコによって。ほう、で、それで押しつぶされて星になるっていう子もいたりするんで、はいはい、それを避けるために、うん、露天掘りっていう上っ面を開けて、はい、で、人工養室に移さずにその幼虫が作ってくれた養室のキノコの除去だけをして、おー、なるほどね、そこで保管管理してたっていう子がいて、はいはいはい、で、動画外で何回かキノコちょっと生えてきたりしたんで、うん、それの除去は定期的にして、うん、ようやく羽化してきました。わー、よかった、はい、羽化してきたということは、まあ、ね、無事だったということですね。無事ではあったんですけど、うん、あとはそのどうだったかっていう結果ですね、はい、いや、気になります。無事にちゃんと羽化してきてくれてるか、うん、どうかっていうところも含めてもうお見せしようと思いますんで。わ、はい、かりました、はい、出します。はい、ここに出そうかな。はい、羽化してたです。命の危険にさらされてたやスマトラ大平田、こちらです。はい、はい、こちら。ギャグー、やばい、ギャグー、前、ギャグー、前、ギャグー、やばーい。アホなんじゃん、ほんまに。最後よさこいって言いました。よさこいって言ったわ。言うつもりだったのに。よさこーがよさこいになった。やっば、神回じゃん。いや、ここだけで。ごめんなさい、最後はなんとか合ってたんですけど、これね。いや、一発目だけよ。こちら、はい、これまだ見えないこっち側です。そちら側に、はい、いますと。いますんで、先にサムネを撮ります。一応命の危険にさらされていたクワガタですね。いやー、無事で欲しいね、はい、これがどうなのか、はい、ちなみに、うん、もうこっちに見えてるんで、うん、
情報こっちにあるんで、はいはい、口頭になるんですけど、最終体重は 59g で、さなぎをね、一応測ったのかな、その時。あ、なるほど、さなぎの、さなぎ何 g だったか分かんないんですけど、はい、もう思い出せないんですけど、僕も、うん、さなぎがの体重が一番こう、成虫の体調に比例しやすいんで、はい、そこのさなぎの体重測る人結構いるんですよ。はいはいはい、大体それで何ミリか分かるから、うんうん、っていうのあるんですけど、もうあとは羽化するだけだし、はい、っていうので僕サナギの体重は全然あの測んないんですけど、ヘラクレスとかも含め、うんうん、一応参考程度に測ったっていう状態で、はい、だから体重、この幼虫の最終体重が僕が基本的に測る最後の体重になります、はいはい、そこが 59g、 それが59ね、はい、で59だったら基本的に、あでも100ミリ弱とか、うんうん、100いく子もいるかなぐらいですね。まあでも立派ですもんね。まあだいぶ立派、98から100ぐらいのイメージ、うんうんうん、なんですが、この子親は104ミリと57ミリの結構でかい、でかい、うん、で顎太い系とかではないです。あ、普通の、はい、はい、っていうところですが、はい、無事羽化してきてるかどうか、いや気になりますよ、はい、じゃあ出しましょう。もうそうなってんやろう。なるほど、いきます。はい、こちらです。はい、はい、おお、いや立派に無事でした。無事に、すごい、はい、元気そうに、でかくない？そう、だいぶ立派なんですよ、ちゃんと。これ、いやすごいね、見えるかな、ちゃんと。いやいいね、はい、立派です。ちょっと反射して見づらいかもしれないけど、これね、いや立派やね。いや良かったです。だからちゃんと羽化してきてくれました、なんとか。いや良かった良かった、うん、気づけて良かったやつです。すごいね、いや、うん、ほんと立派な、え、結構いいサイズしてるんじゃない？結構ね、サイズも立派な気するんですよ。そうだよね、体重的には98から100いくかどうかかなぐらいですね。はいはい、ですけど、ほら、ごつい、いいね、歯も長いし、おー、綺麗に、そう、顎の部分もしっかりしてますよ。ごついね、うん、だから下手したら自己記録を超えるってパターンもありますからね。いや、すごい、これでね、104と57の親っていうのは今期が初なんで、うん、はいはい、どんな伸び方するかは分かんないんですよ。いやいいよ、の中で言うとだいぶごつい。いやいいね、うん、え、結構いいんじゃない？良さそうですね、うん、ちょっとこれを測ってみましょう。あとはもう完全に綺麗にいってくれました。歯がでかい、マジで歯がでかい。そうね、バランスもすごい良くて、めっちゃかっこいいです、うん、いや形がいいね、形がめっちゃいいですね。すごいわ、ちょっとこれ測ってみましょうか。行きましょう、じゃあ行きましょうか、行きましょう、はい。いや、まず無事だったのが良かったね。いや、だいぶね、しかもすごい綺麗に羽化してきてくれて、うん、いや、そうよ、スマトラ僕も結構ね、そうですね、平岡さんスマトラ、うん、だいぶこのチャンネルでね、あるよね。さあ、どうだ、結構でかい気がするけど、あ、ここか、なるほど、なるほど、いただきました。これ、なるほど、入ったぞ、これ、すごいね。はい、はい、さあ、結果、はい、100.3、 100.3、100ミリは行きました。すごい、素晴らしい、100いったよ、うん、顎先から羽先で103ミリ、うん、素晴らしい、うん、いや、だいぶ、いいね、だいぶだから最終体重の中で言うと大きくなってくれた方ですね、うん、上振れの方に行ってくれて、うん、はい、いや、形綺麗だな。そう、だいぶ形綺麗で、うん、自己記録で言うと 101.67 ぐらいなんで、うん、まあ、そこには1ミリちょい足らないですけど、いや、それでもね、だいぶ立派ですよ。だってこの後ろの顎とか、後ろから見る顎とかやばいっすよ。かっけーよね。わー、かっこいい、かっこいい、これかっこいいよね。このあー、いかついな、うん、顎がやばい。いや、いいね。いや、よかった、かっこいいっすね。めっちゃバランスいいね。いや、マジでバランスいいっすね。顎の長さもあるし、ね、確かに、顎ちょっと幅、測ってみます。太くはない気するんですけど、そう、ね、そう、太さは、そのなんか極太と比べるとね、うん、ないけど、うん、12、まあ 12.5、うん、まあ大体平均ぐらい、平均ぐらいのですね。うん、12から12ですね、うん、はいはい、12から12、嬉しい、 12.5 前後って感じで、うん、で、ここ、頭は、頭まあまあありそうな感じするけどな。頭34、うん、あ、まあ平均か、まあ、まあ 平均ぐらいで、胸は6ぐらい、ああ、36.6、うん、まあ平均ぐらいか、まあ平均ぐらい、うん、いや、でもバランスが、顎が長いな、顎長いよね、うん、長さはあるわ、うん、だから長くなってくれたって感じですね、うん、いや、綺麗ですね、形はすごい、いや、かっこいいわ、いい、ね、バランスはすごい、これは惚れるね、うん、いや、かっこいい、いや、よかったわ、うん、うん、この子がだから星になり、なる可能性があったっていう、いや、よく救ったところが、無事に、うん、そう、あんまり露天掘り
スマトラとか結構露天掘りするとうちだと結構星になる率が高いんで、ああそうなんや、うん、ちょっと悩んではいたんですけど、はいはい、ちょっと頑張ってウカまで粘ってもらうか、うん、人工衛星も結構星になる率が高かったんでスマトラは、はいはい、僕んちの印象だけですけどイメージで、はい、うん、その中で、まあ、露天掘りして、うん、まあ、結果的には正解だったっていうのが、いや良かった、いや良かったですね、救えましたよ、いや良かった本当に、で何よりだいぶ綺麗に、いや綺麗にね、うん、浮かしてきてくれたんで、だから今後のこの104ミリと57ミリの子とか、はい、もうまたちょくちょく浮かしてくると思うんで、うん、うん、それも皆さんぜひ楽しみにしててください、いやぜひぜひ、はい、お待ちください、ということで以上になります、いや素晴らしい、はい、いやすごい有意義な、はい、素晴らしい結果が、はい、待ってた、いい回だったんじゃない、あーでもそうですね、一匹入魂でね、一匹入魂で、はい、いけて、うん、うん、で100も超えてくれて、そうね、うん、そうですね、だから僕印象で言うとやっぱ99とか、うん、98とかのイメージが強いんで 59g の時は、なるほどね、うん、まあ、だからこっからしかもサナギその禁止瓶も食うってよりはこの禁止瓶に入れてすぐサナギになった感じだったんで、うん、あー伸びてるわけではない感じ、ね、うん、って感じだったんで、そこで言うとすごい頑張ってくれましたね、サイズも、よかった、はい、うん、そうですね、だから今年は、うん、スマトラ大平田101だから超え、そうね、うん、自己ベスト102mm、うん、103mm と 3mm、うん、いけたら嬉しいんでね、うん、まあ、今後も、楽しみにしててほしいですね、いやお待ちくださいませ、はい、平岡さん的にはどうでしたか、いやスマトラやっぱりいいね、ああそうですね、平岡さん、うん、一番追っかけてますからね、多分平岡さんと、そうね、やっぱり、うん、ね、あの横浜のブリーダーの方、そうですね、からこうね、はい、あの入って、うん、そこからやっぱスマトラだいぶ見てきてるけど、そうですね、かっこいいよ、うん、いやマジでかっこいい、うん、で僕あんまり知らな、あんまり興味はなかったけど、そのクロブスターの顎太い子を見てからやっぱ顎の太さの、そうね、あるスマトラのかっこよさっていうのも知れて、うん、そのおかげでその顎太くなくてバランスいいスマトラの良さも確かに、ね、改めて再認識する機会をもらえたんで、まあ、パッと見で、うん、あこれこういうぐらいかなっていうのもね、あそうですね、分かって、あそれはそれでいいねっていう、うん、そうですね、この感覚はね、うん、そこを知らないとわからない感覚だったんで、そうですね、だからもうまた今後も多分クロブスターも、うん、だから第2陣というか2世代目に近い子たちとか、はい、またどんどんサナギになってる子もいるんで、はい、うん、そこも平岡さんと掘り返しできたらいいですね、いやお願いします、はい、ということで、まあ、スマトラこの1匹無事に羽化したんですけども、他の生態たちも過去動画だったり今後上げたりする予定あるんで、ぜひチャンネル登録して待っててもらえると嬉しいです、お願いします、で概要欄に僕が、去年夏場頃に出させてもらった飼育本も Amazon から購入できるリンクあるんで、そちらもぜひチェックしてみてください、お願いします、はい、今回の動画は以上です、ご視聴ありがとうございました。